<music> こんにちは伝羅番賞久保田正です、えー、2月に入りましてですね冬の王者オリオン座が午後8時ぐらいには南の空高くにこうバーンと豪快な姿がかかるようになりましたで、オリオンと言いますと一等星を2つ持っている星座としても有名なんですけどもまあオリオンを中心に冬のように見える星座には一等星が7つあります まあ、あと、南の地平線するするにあるカノープスという一等星も合わせればですね、これ八つということになるんですけども。まあ、全天の一等星の以上の星の数が二十一個しかないことを考えますとですね。冬の夜空は明るい星だらけと言えるんです。その偏りをちょっと星空シミュレーターで見てみましょう。地球の赤道の真上にあたる天の赤道、その赤い線を中心に。 季節の文字はですね右の春から夏秋冬とだいたい各季節の午後8時ぐらいに南の空に来るあたりを表していますでうねっている光の帯これは天の川ですそれから下の方に黄色い線がありますけれどもこれはですね東京の緯度北緯36.7度での南の限界で東京あるいは東京と同じ緯度の土地ではこの線より下側の星や星座は地平線上に出てこないので見ることができません で東京の井戸より北の土地ではこの線がさらに上に上がりますし逆に九州南部とか沖縄では線が下に下がるのでより南の星まで見ることができます。ではこの全点三百六十度の星空で一等星以上の明るさの星二十一個に丸をつけます。どうでしょうか。日本から見やすい高さの空では確かに左側の方え冬の空に明るい星が集中しているのがわかりますよね。 それから逆に、えー、右下の方、春の星空の下の方にも明るい星が4つまとまっているんですがこれはケンタウルス座と南十字座の星で、えー、例えば日本国内東京や大阪、福岡ではこれ見ることができない南の星なんです。では、この左の方ですね、こたり、にぎやかな冬の明るい星たちにちょっとスポットを当てたいと思います。 7つの一等星が群れ集まる冬の南の空2月前半の午後8時ごろの南の空を見上げたイメージですまあ、寒くても北風に拭われた大気を通して実にきらびやかで美しい星空ですでオリオン座が2つの一等星を持っているため一等星を散りばめている星座はご覧の6つになりますまあ、おなじみの名前の星座もあるかと思います さああ一等星全体に印をつつけまました、あのー、名前もいいています、えー、普通に夜空で一番明るい星を一等星と呼べばまさにこの7つがそうなんですが細かく言いますと大犬座のシリウスは全点で一番明るい星で一等星より10倍ほど明るいマイナス1.5等星それからオリオン座のリゲル魚車座のカペラは一等星よりも2倍から3倍明るい冷凍星です。 でこの中では一番おとなしい輝きなのは双子座のポルックスで正確には1.2等星という明るさになります。では明るくにぎやかな冬の星座の代表としてオリオン座にスポットを当てましょう。まあ、非常に暗い理想的な空の下で撮影したこれオリオン座です。中央にに縦長ののの四角に三つ星星といいうオリオリンのシンシボル的な星の並びが見えています。 で左上の方ですけども、えー、細かい星が多くて白っぽいのは、これは冬の天の川です。それからオリオン座の背景にですね、淡い赤い斑点と、それから淡い赤いループが見えますけど、これはバーナードループというガスの星雲で、オリオンの星々の誕生と関連のある星雲です。オリオンの長方形の並びの左上のオレンジの星がアルファ星のベテルギウス。 右下の星、明るい星が青白い星ですけども、ベータ星のリゲルです。で、ベテルギウスは少々明るさが変化する変更性なんですが、平均的にはリゲルの方が明るい星です。で、こうしてみると、オリオン座には全般に青白い星が多い中で、左上のベテルギウスだけが赤みがかっているのがよくわかりますよね。で、オリオンの四角の対角線にあって見た目もかなり違う2つの一等星、一体何が違うんでしょうか。 実は表面の温度が違うんです星の表面温度は摂氏ではなく絶対温度度計で表します、まあ、ちなみに私たちの太陽の表面温度は絶対温度で5800度ほどになりますでベテルギウスは表面は3600度計リゲルは12000度計ということでこれ、えー、リゲルがですね3倍以上も高温非常に熱いんです まあクールな青白い光よりも星の世界ではですね赤みががっている方がなんが暑そうな気がするのに実は温度は低いんですね。えー、だん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 赤から黄色、白そして青白といくに従って温度が高くなっています。ちなみに私たちの太陽は星の色で分類すると黄色になるんです。えー、星のの色と表面温度のグラフです。 表面温度は星の色スペクトル型と関連しています。横軸が色と絶対温度で表した表面の温度。で縦軸は私たちの太陽の明るさを基準にした星の実際の明るさです。えー、太陽は表面温度は5800度 K で明るさは、まあ、あの太陽基準ですから当然1になりますからここに入ります。星、恒星の世界ではおおむね普通の存在です。 では冬空の7つの一等星を入れてみましょうはい、7つの一等星いずれも実力では太陽より明るい星です一番控えめな子犬座のプロキオンでも実際の光の強さは太陽のおよそ8倍ありますオリオン座のリゲルとベテリウスに至っては実際の明るさは太陽の10万倍前後ですまた地上から見て一番明るい恒星の大犬座のシリウスですが実際の高度は太陽の25倍ぐらい 8.6光年と、まあ、この星たちの中では一番地球に近いため、えー、見た目には明るく見えるんです。 こうして見ると太陽はです、ね、星座を作る星,と星たちの中では、まあ、比較的地味なというか、えー、当たり前の存在なんですけども、えー、この今のグラフはあくまでも冬の一等星たちがきっちり入るようにしたグラフで,です、ねえー、夜空の星全体を表すグラフを作ると太陽はほぼ真ん中辺に来るんですね、えー、太陽は明るさ的にも性質的にも多くの星の中で平均的な普通の構成と言えるんですでは その太陽、私たちの太陽と冬の七つの星たちのですね、一等星たちの大きさをちょっと比べてみたいと思います。私たちの太陽と比較的近い、大犬座のシリウス、小犬座のプロキオンです。で、黄色の数字は太陽の直径を一とした各星の直径です。遠い星の大きさと、わかるというのは、まあ、あの、大変困難なので、明るさとか温度などから推測した数値です。 表面温度は、シリウスがプロキオンより高くて、輝きが強いのと、プロキオンより2光年余り地球に近いため、シリウスの方が明るく見えるんです。双子座のポルックス、魚舎座のカペラは、太陽に比べて8倍と12倍の直径と考えられる巨大な星、巨星と分類される星です。でカペラは表面温度が太陽に近くて、まあ仮に、 遠くから私たちの太陽を見るとこのカペラのような黄色みを帯びた星として見えるはずですオウシザのアルファ星アルデバランは地球から67光年のところにある巨星で直径は太陽の44倍と見積もられている星です表面温度は絶対温度3900度太陽より2000度近く低くて、まあ、そのために少し赤みを帯びた輝きとなっています さて、青いのが出てきました。オリオンの左足に輝くリゲル。表面温度が1万2000度 K もあるために少し青みを帯びています。高温なのでリゲルの表面の単面積が放つ光は強烈なんです。しかも太陽の直径の80倍もありますから、全体が放つ光は非常に強くて太陽の10万倍以上にもなるんです。 リゲルは地球から私たちが肉眼で見ることができる星の中では実際の輝きが最も強い星の一つなんですさあ七番目にすごいのが出てきます行きます大きいですね、えー、オリオンの右肩に輝く赤みがかったあのベテルギウスですリゲルより大きいというところではなくてこれリゲルの10倍もの直径太陽と比べると800倍にもなるんです でこのスケールだと太陽一番左下になりますけどもう天にしか見えませんで表面温度は絶対温度3000度台と低いので単位面積が放つ光は強くないんですけども何しろ巨大な分表面面積,面積がものすごく大きいためにですね全体としては非常に強い光を放っているんです恒星、まあの分類では赤い非常に巨大な星ということで横文字でレッドスーパージャイアント 赤色超巨星と呼ばれていますベテルギウスの振る舞いが話題になったのは2019年のこれから2020年の初めにかけてですもともと冷凍性と一等性の間を行ったり来たりする明るさが変わる変更性でしたけれどもこの時は過去に例がないほど暗い方に触れました暗くなったんです2020年の2月には1.6等星と死者誤入して一等星を外れて二等星のカテゴリーに落ちるという異変となりました まあこのため、えー、晩年とされているベテルギウスが超新星爆発を起こす前触れではないかと話題になったんですで今見ていただいているこのチリのアタカマサ漠にある ESO= ヨーロッパ南天天文台の大型望遠鏡による画像では平常だった左の2019年1月に比べて右の12月は形が少し歪になって手前になんか暗い影がさしているのがわかります。 まあこれについてはですねその後の観測研究でベテルギウスが巨大な塵の雲を吹き出して自分の光を遮り暗くなったと解釈されていますで現在現時点ではベテルギウス平常の明るさに戻っていますでベテルギウスはあまりにも巨大で外側の方はまあ中心からだいぶ遠いことになりますので重力の締め付けが弱くて気迫でこのようにデコボコしていると考えられています。 これがこのその想像図ですけれどもデコボコしたベテルギウスその中心を太陽系の中心に置きますと火星の軌道までを飲み込んでしまい木星の軌道に迫る直径が10億キロメートルほどと考えられていますそして周囲には宇宙空間に吹き出すガスが広がりつつあります、まあ、いつなのかは分かりませんけど宇宙時間のスケールではそう遠くない将来に 宇宙時間ののスケールでですすすよ、えー、超新星爆発を起こすのではないいかと考えられています、まあ、オリオン座にはです、ねえー、銀河系でも最も強い輝きを競っている青白い星そして、えー、巨大さを競う赤い星が鎮座しているというわけなんですねで冬空の7つの一等星、えー、私あの自宅の望遠鏡で撮影して並べてみましたそういう画像がありますのでご覧ください 反射望遠鏡にデジタル一眼レフカメラをつけて感度を800にして10秒ずつ露出した姿なんですがそれぞれの星の輝きと色の違いがわかるかなと思いますで数字がついていますがそれはそれぞれの星の基本的な明るさ等級ですでこの数字は、えー、小さいほど明るくて0.0より明るい星はシリウスのように今度はマイナスの等級で表します えー、今日見てきた中で、ですね、まあ、あの大きかったベテルギウス、だいたい生まれてから800万年ぐらい経っているとされているんですね。で800万年といえば、まあ、人類のじことを考えれば、すごく長い時間に考え、えー、感じるんですけど、私たちの太陽は誕生からですねもうすでに50億年も経っているとされています、ベテルギウスの800万年のもう600倍経っているんですね。でも、えー、太陽は晩年というよりは、今、中年、壮年の星なんですね。 で星は重たくて明るいほど寿命は短いんですですからベテルギウスはもちろんリゲルなんかも太陽に比べたら寿命はずっと短いはずの星なんです、えー、冬の夜空は見てきたように星の博物館とも言えます寒さに負けずどうぞ眺めてみてください天田晩翔でした最後まで見ていただきましてありがとうございます テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろししくお願いいたします